はい、どうもこんにちは。今回はこちら、新しく発売されましたトミカプレミアムの新車両と廃盤車両、そしてトミカプレミアムアンリミテッドの新車両をチェックしていきます。まず早速ですね、こちらのトミカプレミアムの新車両をチェックしていきましょう。まずね、今月発売されたのがこのマツダサバンナ RX7SA22C で、番号ね29番となります。ちょっと先にねフィルム剥がしちゃいます。はい、今月ね、新しく昔の RX7 ですねが登場しました。はい、こちらですね。で、正面を見るとこんな感じですね。スケールが61分の1で、左右ドア開閉とリトラクタブルライトの展開収納のアクション付きということで、結構ね盛りだくさんですね。で、こんな感じですね、かわいいはい、ということで早速開けていきましょう。はい、出てきました。よいしょ。はい、 RX7 の SA22C です。はい、まずね、色がねいい感じのこのグリーンメタリックっていうかな、そんな感じですね。はい、めっちゃ可愛いし、まあこのね7のこの横からのフォルムもね非常にかっこいいです。ホイールね、こんな感じのホイールですね。はい、で、ちゃんとこう細い黒いラインとかね入ってます。で、正面見るとこんな感じです。はい、でウィンカーとかこのね、このバンパーの黒い細いところだけね、ちゃんとしっかりと色分けがされてます。はい、そして右サイドね、ウィンカーとかこんな感じで、でリアいいですねはい、こんな感じで、でリトラクタブルライトね、はい、オープン。はい、この丸いねライトが可愛いですよね。めっちゃ可愛い。閉じた状態、開けた状態、はい、そんな感じで、であとね左右ドア開閉ということで、内装がね、ブラウン系のね成型色です。これもなかなかいい感じの色の組み合わせですね。で、はい、運転席側、はい、こんな感じになってます。はい、ミッションのノブとかも見えますねそしてボンネット。ここにマツダって書いてあるのかな。はい、そして上から見るとこういった感じです。で、シャーシ目、はい。いかがでしょう。こんな感じで。で、マフラーね。太鼓。ちょっとこういったガタガタした感じですね。そして2本出し。はい、こんな感じです。うん、いいですね。めちゃめちゃ可愛い。若干このね、リトラクタブルライトの塗装と、ここの塗装の、ちょっとメタリック感が若干違いますね。こっちはなんか粒子っぽいんですけど、こっちはなんかね、ただ普通にちょっとキラッとした感じ。そこだけちょっと気になりました。でもね、いいですよ。ね、懐かしい RX7 が登場しました。はい、ということで入れ替わりとなるね、こちら見ていきましょう。29番ね、マクラレン F1 です。はい、こちらねスケールが60分の1でサスペンションのアクション付きです。はい、こういった感じですね。はい、はい、マクラレンの F1 です。これもね、ほんとね色いいですよ。このオレンジのねメタリック、はい、すごい粒子感もあってね綺麗です。で、ホイールもね結構凝った作りのホイールが、はい、履かれてます。で、正面でライトのところね、このねクリアパーツのね雰囲気もいいですよね。ちょっと奥にちゃんとライトがあるような感じで見えて、はい、めっちゃね、まあ車のデザインもちろんかっこいいんですけど、かなり細かくね作られてるのが分かります。はい、ね、センターのね、
コクピットで左右に乗れるというねちゃんとこのガラス面もこの線に合わせてね黒でしっかりと塗られてたりとか、はい、ここもねちゃんと中が見えるような作りになってますね。これほんといいですね。でシャーシ面はこんな感じになってました。はい、今月ね廃盤となるマクラーレン F1 です。はい、こちらね通常の、まあ、トミカプレミアムと、そしてこちらトミカプレミアムアンリミテッド見ていきましょう。はい、ついにねイニディ行きました。イニシャル D RX7 高橋圭介番号ね12番ですね、またね追加されましたね、11番がこちらでしたね、ルパン三世のメルセデスベンツ SSK が11番で、で新たに12番ということで徐々にね番号も増えてますね。若干こう入れ替わりはあるんですけれどもね、何番まで行くのかねその辺もちょっと気になりますがね、ちょっとパッケージから見ていきましょう。今回ね、黄色い RX7 ちょっとねカスタムされためっちゃかっこよくて、これ発表された時からね非常に楽しみでした。で上を見てるとこんな感じですね。はい、イニシャル DRX7 ということで、はい、リトラクタブルライトの展開収納ついてます。かっこいいです。で横、はい、こんな感じですね。じゃあ早速ですが開けていきましょう。この箱ね最初ちょっと開きにくいんですよねよいしょ。はい、ではよいしょ。はい箱だけでかい、めっちゃいいよ。はい、こちらが、イニシャル D の RX7 です。めっちゃいいめっちゃすげえ。はい、いかがでしょう。まずねちょっとサイドから見ていきましょう。まずなんて言ってもねこの色がねいいですよ。トミカとかって結構ね黄色ほんと色のノリが悪かったりするんですけど、これ結構ねしっかり乗ってる感じです。かっこいい。そしてホイールですね。ホイールこんな感じのやつですね。多分ねこれマツダスピードのホイールですよね。うん、かっこいい、すげえ。よいしょ。はい、そしてフロントはこんな感じ。このライトの部分ね、シルバーと、あとウインカーのオレンジ、そして周り黒でしっかり塗られてて、この中もね、黒だって。ちゃんとね、ナンバーのベースは白ですね。はい、で、リップスポイラーというか、これがマツダスピードのね、バンパースポイラーですよね。ほんと、めっちゃすごいですね。これもイニシャル D のこの、トミカというか、ただ普通に、RX7 のバリエーションとしてもねめっちゃいいですよ。ね、右サイドこれはいいな、かっこいいです。でリア、はい、こんな感じですね。一応ねちゃんとここクリアパーツでこう入ってまして、ちゃんとね色がついてますね。ここもしっかりと色分けされてて、ね、RX7 とかねマークね入ってます。でマフラーとかね右側に1本だけと、はい、そしてリトラクタブルライトねいきます。パカッと、おー、手を離すと若干ちょっと落ち気味になりますね。ここ前回上げた状態離すと若干下がる。はい、こんな感じかっこいいですね。やっぱこのねギミックいいですね。めっちゃかっこいい。でここの、ガラス面も結構ね透明感が高くて、中のね内装もよく見えます。色はね黒の成型色ですね。はい、こういった感じでやっぱかっこいいな。セブンはね後ろにこのでかいねスポイラー、ほんとかっこいい、めっちゃよくできてる。でシャーシ面ね、シャーシ面は意外とあっさりですね。うん、あ、まあ見えないからあまりね、こんな感じで中途半端とかマフラーでもねほんとねこのホイールとかこのねエアロとかねめっちゃすごいです。
セブンね、このアニメテッドシリーズね、結構出てて、この昔出たこの5番のね、コナンの白いセブンですね、ちょっと出してみます。はい、こちらですね、コナンのね、アムロさんのセブン、これがね、結構まあノーマルっぽいというかね、そんな感じなんですけれども、それと比べるとね、どんな感じかというと、まあスケール的には同じような感じですよね。長さもうこのフロントの違い、こっちね、ナンバーちゃんとプリントされてますね。こっちナンバーね、ついてないんですけれども、はい、ね、どっちがどうっていうわけではないですけどね、ほんとこのエアロ付きがかっこいいというで、こっちのアムロさんのやつはこうドアが開きましたね、うん、ドアが開くギミック付きで、ちょっとね、テールの作りなんかもね、こっちの方がね、あの丸テールのやつ、こっちは昔のテールですね。で、マフラーもこっちは2本出しだけど、こっちはね、あの1本、ね、ちょっと太めのマフラーが入ってるのが、まあそういった違いがありますね。あと、このやっぱりね、後付けというかね、エアロパーツ、はい、こうやって比べるとね、面白いんですけどね。ほんとこっちはね、ライトが出ますけど、こちらはね、ついてないです、アムロさんの方は。はい、こんな違いもあります。結構ね、あのアンリミッテッド、このセブン多分3代目、一番最初のね、ベイルサイドのあのフォーチュンですかね、出ましたけど、やっぱね、かっこいいです今回のほんとこれね、めちゃくちゃ気に入りました。ほんとね、これはね、もう一台ね、追加で買ってもいいかなと思うぐらいかっこいいです。はい、そんな感じです。はい、ということで、今回はトミカプレミアムの新車両と廃盤車両、そしてトミカプレミアムアンリミテッドの新車両をチェックしました。今月はね、あのプレミアムとね、アンリミテッド、どっちもね、新車がね、このRX7 ですね、まあ新旧ありますけどね、RX7 が登場しまして、まあセブン好きとかね、ロータリー好きにはね、嬉しい月となったのではないでしょうか。私もね、めっちゃ嬉しいです。またこれからもね、トミカプレミアムとかね、アンリミテッドシリーズ手に入り次第ね、ご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録、いいね、評価、コメントのよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。